いや小田原は、あら、ちょっと待ってください、怖い車掌さんが来た。でかくて怖い車掌さんなんですが、どっかで見たことがあります。鉄人小橋健太です。気づいてなかったのみんな。今気づきました。小橋さん、なんでこんなところに。